今日もですね、パスタを作っていきたいと思います。塩漬け肉ですね、豚肉ですね。これを薄くカットして、それから茹でたパスタをね、作っていきたいと思います。はい、肉の方をですね、カットしました。4枚ですね。少し厚切りにして4枚、カットしました。鮮やかなね、赤色をしてますね。パスタの方はそろそろ茹で上がったので、これを湯切りしてね、ソースを作り始めたいと思います。はい、今ねパスタソースを作ってます。塩漬け肉を炒めて、軽く炒めて、ソースとケチャップ、塩コショウ、それからマスタード、からしですね、これを入れて、ひと煮立ちさせて、完成です。これをね麺と絡めて、完成したいと思います。はい、完成しました。トッピングはですね、刻みネギ、それから粉チーズ、それからレモン汁ですね。レモン汁を少し絞ってますね。はい、匂いはね、ソースとケチャップのいい匂いですね。それから香ばしい匂いですね。それからレモンのね爽やかな香り、それから粉チーズのね熟成した香りがしますね。非常に美味しそうです。はい。これからね、味わってみたいと思います。